ゲームプレーを作りたいところです。ハイピック狙う、はい、外でワイドオープンになった、ね、マックのスリー、はい、ようやく来ました。いいですね。これが来てしまうとちょっと守る方としてはかなり難しくなります。いやそうですね。コーナースリー石川海斗、はい、来ました。こちらもプレッシャーかけていきたいですね。石井のカッティング、そこには渡さずにワンオンワン、オーガスト、これブロックか。トンプソンでした。ドンリーアタックします。飛ばして、おお2人かわした、エンドワン。素晴らしいプレーが出ました。フェイク2つで、はい、落ち着いたプレーでした ね、 ですね。ビッグマン2人を飛ばしました。でブラントがハイピックに向かいます。入っていった石川からナイスドライブですね。コーナーでもここミスマッチになっています。浮かせたシュート、はい、ショートコーナー決まりました。落ち着いてますね。ゾーンディフェンスですね。 2-3 ですね、はい、やっぱシェーファー選手が入ることで、おっと、外から射抜きました、はい、バスケっていうのは封じ込めてたのかなと思いますね。そこからいい流れでオフェンスにつながっているのかなと思います、はい。引き続きゾーンみたいな形で守ってきてますね。あ、狭いところ入っていきました。おー、エンドワン。アバリエントス、ね、そうですね。やっぱりこういったサイモン匠でした。そしてトンプソンへ、ここミスマッチになっていますが、ショートコーナー打ってきます、はい、いいですね。ゾーンの切れ目のところです。マンツーマンですね。アバリエンドスの前に西田光陽、ヘジテーションで入っていきました、はい、ラストパス、トンプソンへ、トップから打ってきます。マッツスリーは落ちています。そこからプッシュするオーガスタですが、後ろから手をかけました。その後ウィングからマッツがアタック、おお、ねじ込んだ。いや、素晴らしいフィニッシュでしたね。ヘラルトもすごいですね。狭いところを通します。いいですね。アンガス・ブラント、エンドワン。そうですね。アンガス・ブラント選手もね、こういったシールっていうところでね、得点も少し重ねていきたいところですね。トップで持ってます星野。星野に対しては石井。ここ注目のマッチアップです。ジェイル、背中背負いながら、エルボージャンパー決めてきました。パスをもらいに来ました、アバリエントス。リバウンドどうでしょうか。あ、ブラント絡みます。すごい。ネショだ。いや、3人いたんですけどね。そうですね、このワンワンですね。ダブルチームに行ったところ、アバリエントスの3はどうでしょう、はい、落ちましたが、またリバウンド、トンプソンのリバウンド。星野には渡せないディフェンスでした、隅の。トンプソン入っていったところ、角度はないが、うん、それでも入れてきます。ここは光ります。そうですね、このスリップですよね。で守っているのでそこまで寄ってないですよね、はい、なのでインサイドの真ん中っていう部分に、おっと、ナイスチーム。マッツが手にかけました。ただ隅野が粘る、はい、ただテント、まあ、彼らしくない数字にはなっています。そうですね、まだまだ上がってきそうですけどね、はい、おお、ナイスパス。マッツのスリーポイント、はい、これで1点差です。そこでトンプソン、はい、そしてマッツ、オーガストをかわしてのダンク。しっかりケアできてますね。ここはマッツエルボーから、はい、トップアップします。ナイスパス。キックアウトした星のスリーはどうでしょう。来ました、来ましたね。シュートアタックしていきたいですね。もう一度ドンリー狙ってきます。このシュートも落ちた、はい、ただその後アバリエントス取りました。ガードナーからここも前から当たってゾーンディフェンス、間を縫っていきました。ジャスティン・マッツ、はい、下の方はイデソン、飛ばしてアバリエントスかノールックで渡した。ドンビーにはオーガスト、はい、落ち着いてますね。アバリエントスです。いや、素晴らしいですね。スカートチャー取り切りたいところでありますよね。もう中村太一が手を伸ばしていきましたが、はい、オフェンスリバウンド、もう一度サードチャンス、マシュアキのコーナーから決めてきます。右のコーナーに中村、そこからもらいに行きます。左のコーナー西田光陽も入っています。さらにはオーガスが今ボールを受けた、そこでスティール、デオン・トムソン1対1、中村に対して、おお、ここ手をかけましたが、星野がコーナーで持ちます。お、星野にレイマンがついている、はい、
そしてコーナー、ドンリー積極的に打ってきます。石川には中村がつきます。ここスイッチした。あ、ナイスパス。インサイド、ジャスティンバッツ、アシスト石川です。クローズアウト、それを見てパスフェイクも入れながら、うまいシュートでした。いいですね、ドンリーです。ただ今ブロック阻まれたでしょうか、ね、ナイスショットでしたけど ね外からまた打ってきた、星野のスリーポイント。いいですね。やはり久保田が入って、ガードナー、イレソン、レイマン、そしてスリップした石井です。おお、ここスティール、石川海人。いいナイスプッシュ。これはリッチマンヘッドコーチとしては、おー、ディープディープ、スリーは来ない。この後のバリエントスからジャスティン・マッツ、中に入っていきました。キックアウト、ワイドオープンでアバリエントスのスリーポイントです。まあ、一番フリースローの成功率が悪い選手からファウルしたいということなんですけど、まあ、時間をそこまでかけられないので、はい、追っかけてきました。アバリエントスが今ボールをもらいに行きます。すぐに打ちたいところ、おー、リバウンドはどうでしょう。拾った、松です。いや、つなぎましたね。